なのでこれでちょっと当てて、今回はまあ神回として、はい、あの動画の終わらせていただこうかなと思います。はい、こんにちは、22モニターポテです。ということでね、まあ背景こんな感じで、まあどうしてなのって方は昨日の動画見てもらえればわかるんですけど、まあ、とりあえず今の友達の家にいます。あの名古屋の友達の家にいます。まあこちらね、通常版こっちに5枚あるんですけど、5枚と5枚で10枚買って、まあラッキードローというものをね、あのやらせてもらって、まあ、その結果はね、ぜひその昨日かは先日の動画見てもらえれば嬉しいんですけども、あ、ちょっと今ライトのあの色合い変えました。今日はちょっとね、そのシリアルをもう入力してガンガンこれもう右繰り当てちゃおうかなと思います。で、先日のね、そのラッキードローの動画の一番最後にね、1枚だけ引いたので、今あと9枚あるんですけど、ちょっとなんかもうすぐ友達が帰ってきちゃうということなので、ちょっとあの4枚分だけこの動画では引いちゃおうかなと。でも1枚当てて、でまあまたあの残りで、まあ東京帰ってからも何枚か当てれたらなっていう感じ、もうガンガン当てちゃおうかなと思ってます。はい。で、今回まあなんか賞がね4つぐらいあって、ね、オンラインの個別かな、個別か全員か、ちょっと待って、オンラインの何かと、オフラインの全員ミート&グリートで、オフラインの個別サイン会で、オフラインのお見送り会と、まあ一応多分このお見送り会が一番当たりやすいんじゃないかなとか思うんですけども、今回はとりあえずもうこのオフライン個別サイン会マヤチュワン、はい、このマヤチュワン個別サイン会に全突っ張いたします。なんか結構皆さんね、とりあえずお見送り会とか、とりあえずオンライン当ててからサイン会臨もうと、サイン会に入れていこうと思っている方もいると思うんですけど、まあ、私あのいかんせんお金がないもので、そんなのとりあえずとかやってる余裕はないので、まああの虎穴に入らずんば孤児を得ず、はい、ということでもう全突っ張り出して孤児を得ようと思います。で、まあ、作戦といたしましては、なんか今さっき言ったようにツイッター見てたらね、お見送り会結構みんな当てに行ってるんですよね。だから実はまだサイン会そんな当ててる人いないんじゃないかなみたいな、ということでこれまで初日ですし、なんか当たる可能性なんかいけんじゃないかなということで、ちょっとガンガン行ってきますね。もうね、この動画前置きとか正直いらないでしょ。もうとにかく、まやちゃんにもう突っ込みまくります。もう、はい、ということでね、はい、一回もうどんどん行っちゃおうかな、抽選にエントリーしちゃいますと。はい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 、まあ落ち着け、4枚あっから、今日で4枚あるし、まだ5枚も残ってるし、あとあの多分もうすぐあの4形態まとめ買いボックスのもあるんですけども、まあとりあえず今日はね1枚絶対当てます。あと3枚なんですけども、はい、絶対に当てさせていただきます。はいはいはい、まあね、1枚目で当たったらちょっと面白くないので、まあとりあえず2枚目ね、これはちょっとそろそろ当たっても全然いいですよ。はい、いきまーす。はい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 、まだね、前半戦がやっと終わりましたってとこですもんね。はいはい、全然なんて言うんだろう、2枚目とかで当てちゃうとなんかむしろ下品まであるよね。うん、なんかよかった、ありがとうまである。これは全然ありがとう。じゃあね、もう早速なんですけども、もう3枚目これゴンゴンいきましょう。はいはいはい、全然もう当たっていいからね。うん、なんか全然ね、もう4枚だし、3枚は全然当たっていいですよね。なんか展開的にも全然いいですよね。はいはい、ということで3枚目当てまーす。おいしょ。はい、なるほどね。だから計算、ちょっとそろばんやってたんですけども、はい、ちょっと待ってください。4枚だなんだ4枚目、はい、ラストなんですけども、今日はね、もう早速もういやラストなんですけども、はい、こちら4枚目でおそらく計算すると当たるので、はいそうだね、当たるね。うん、なのでこれでちょっと当てて、今回はまあ神回として、はい、あの動画の終わらせていただこうかなと思います。はい、ということでちょっとどうしような、今これ、あ、今危ない。今言ってたら多分外れてました。ふぅ。落ち着け。まあちょっとね、時間もありますし、なんかトレカでも紹介していこうかな。あ、なんか1枚足りないけども。うん、なんかこの前ね、これが平野の当たって。はいはいはい。これ、まゆかちゃん、あやかちゃんと。ちょっともう一枚あるはずなんだよな。もう一枚ある。ちょっとそれ探すか、ラスト一枚の前に。もう一枚がなんかあるはずなんだよ、どっかに。え、なんかなくなっちゃってるわ、もう一枚。あ、18時20分になったらもう行こうかな。ここ、え、18時20、今19なんですけど、20なんで、20で当たるでしょうということで、
はいはい、18、20になったら行こうかなと思います。最後4枚目。はい。ちょっと待ってくださいね。で、それ終わったらちょっとあの、もう1枚だけあのトレカあるはずなので、トレカ、あの、開けさせていただいて、はい。それで終わりにしようかなと、今回。まだかな、20。18時20。はい。それで、いけるよね、18時20分にやったら。どうなんでしょうか。はい、え、当たってる？当たってる？これ、計算では。はい、ということで、4枚、外れました。あ、もうなんか言う、もう言うけど、ここまで見てくれたら言うけど、あの先日の動画も全然外れてるので、あの、今5枚外れました。はい、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 ということで、あの、まあ、ちょっとトレカ探しながら、なんかあの、なんか、あったし、あったし、かぶっちゃったわ。あったし、かぶっちゃった。はい、ということでね、5枚のトレカは、このミドルズの、はい、3人がね、こう当たりましたね。はい、これなんか、知り合いのペンの方いたら渡しようかな。はい。もう言っちゃうけど、ラッキードローマー外れたのよ、10枚。はい。あの、もう見なくても別にいいですよ、全然。見たくれたら嬉しいんですけども、サムネだったしかわかんないけども、はい。あの、ラッキードローも10枚外れて、10枚外れるんやと思って、10枚外れるってことは、じゃあ、あの、こっち当たるんやなと思って、まぁ、あ、ちょっと今回半分の5枚もやったんですけど、5枚も頭外れちゃいました。厳しい人生。ちょっと今ね、お金が本当になくて、なんかまあ毎回言ってるんですけど、毎回言ってる、今回ちょっとね、お金がありそうになったんですよ。ありそうになったけども、まあ、ちょっといろいろあってあのなくなりまして、はい、まあ洗濯機とかも買っちゃったんですけども、はい、なくて。まあね、まだ5枚あるので、ちょっと東京帰ってからもどっかでやりたいなっていうのと、あとね、その 4K 帯まとめ買いボックスっていうのもね、東京におそらく届いていると思うので、そちらの開封動画とかも、近日あげれたらなと思います。ということでね、そちらの当落動画だったり、あの開封動画とかも楽しみにしてもらえたらなと思います。ということで、こういう感じで20の動画をガンガン出していきますので、20の方はチャンネル登録をして一緒に20を応援しましょう。ということで、リンク。あとなんか嬉しい。はい、ということで、当たった方も外れた方も元気いっぱい過ごしましょうね。それが大事ですから、元気いっぱいアンパンマンなんてね言うとりますけども。